富士フ,フィルム、富士フィルム株式会社、富士フィルムは日本の精密科学メーカーである。カメラ、デジタルカメラ、一般、X 線写真、映画用フィルムからイン画紙、プリント、現像装置などに至る写真システムの一式、副写機などの応 a 機器などのほか、医薬品、医療機器、化粧品や健康食品も製造、販売している。略称は富士フ,フィルム、富士、 富士など。本社は東京都港区に2カ所置いている。東京ミッドタウン本社と西麻布本社、高木町で、陶器町の本店は校舎にある。正式社名は富士フィルムである。富士フィルムは5色であり、いわ、小書きしない。写真業界ではキャノンと並んでよく知られている。また、読み方、発音についても、当社の場合はフィルムの発音であり。 用音は使わない。企業名、富士がついてはいるが、企業系列しては、不要グループではなく三井グループに属し、グループの親睦会である月曜会及び綱町、三井クラブに加盟し、また、早日、日清成功、徳山大セル、関西ペイントラと共に、旧岩井財閥の企業集団である、最小会グループを形成している。主要取引銀行は三井住友銀行と、 横浜銀行であり、横浜銀行が全国一の地方銀行の地位を保持するのに一役買っている。2006年、平成18年10月1日に持ち株会社制に移行、旧富士写真フィルムは富士フィルムホールディングス株式会社となり、同社の事業を引き継ぐ事業会社富士フィルム株式会社を新設し、 富士フィルムホールディングスの参加に富士フィルムと富士、ジェロックスを置く体制となった。これを機に CI ロゴマークが変更され、永年使われたの組み合わせマークは廃止。ローマ字、富士フィルムのマークをアレンジし、富士の愛の部分を赤と黒の二色配列として、フィルム、写真事業以外の新分野に挑戦する姿勢を打ち出すものにした。あ、また。 創業80周年を迎えた2014年、平成26年1月20日には、同社を含む富士フィルムグループで用いる、コーポレートスローガンとして、バリューフロムイノベーションが制定された。2015年、平成27年5月11日、米国医療 IT、システムメーカーテルメディカ、インク、本社、米国ウィスコンシン州ミルウォーキー。 テラメディカ社の買収を完了し、富士フィルムグループの100%子会社として新たにスタートさせた。日本での写真フィルムはトップシェアを持つ。1960年代から年末年始時期にお正月を映そうというテレビコマーシャルを展開している。近年では映像関連以外にも口述する自社製化粧品や健康食品もこの枠で流されている。 カメラ分野では1948年、昭和23年4月発売のスプリングカメラ、富士カシックス i a をはじめに1957年、昭和32年5月来貨ンコンパクトカメラ、富士カ3 5 m 1957年、昭和32年9月、富士ペット、1970年、昭和45年7月来貨ン一眼レフカメラ、 富士ス七 t 7 0 1 1986年、昭和61年4月には自動化され、煽りを使用できる6、8センチメートル半一眼、レフメラ、富士 GX680 プロフェッショナル、レンズ付きフィルム、使い捨てカメラ、写しるんです。インスタントカメラチェキと初心者向けから、プロフェッショナル向けまで、各種フォーマット各種カメラを販売してきた。 デジタルカメラの時代になってもファインピックス、ファインピックスシリーズやビッグジョブシリーズがあり、スーパー CCD ハニカムというハニカム構造の CCD イメージセンサーを開発している。また、オリンパスと共同で XD ピクチャーカードを開発し、自社製品の記録メディアとして採用していた2015年、現在の製品は SD メモリーカードに統一。また、過去。 1960から70年代には8ミリフィルム用カメラの生産を行っていた。8ミリフィルムが衰退し、ビデオカメラが主流になってくると、フジックスマイナス8シリーズの8ミリビデオカメラ、ソニーからの OEM 供給も販売していた。レンズメーカーでもあり、大ンカメラ用レンズや引き伸ばし用レンズを販売している。レンズ曲線の計算用に、 日本初のコンピュータであるフジックを開発した企業でもある。しかし、2005年、平成17年2006年、平成18年には写真フィルム事業を縮小し、他分野事業への進出を推進している。2008年、平成20年の会社式放その他によると、写真フィルムによって培われた技術を蒸気の液晶ディスプレイや医療分野、画像、 検査用機器等などの分野へ活用する試みを続けている。液晶ディスプレイに使用される変更層保護フィルム、フジタックは世界で80%ものシェアを誇っている。残りはコニカミノルタ。また、同年から化粧品事業に本格参入し、CM に中島美雪、松田聖子二人の大物ミュージシャンを起用した。既存の写真関係やデパート、 ドラッグストアなどの化粧品販売ルートではなく、テレビショッピングや新聞広告などの通信販売で展開しており、2009年、平成21年1月6日の読売新聞によると、写真フィルム部門の売上高は、会社全体の売上高の5%にも満たないという。現在は通販による健康食品事業にも進出している。2011年、 低価格競争で苦戦していたデジタルカメラ事業で単焦点ながら実売価格10万円を超えるデジタルカメラファインピックス X100 を発売。これがヒットしプレミアムデジタルカメラ富士フィルム X シリーズへ路線を転換する。2014年にはデジカメ事業は黒字化を達成した。2012年平成24年9月。 長年行ってきた映画の上映用ポジフィルム及び撮影用のカラーネガフィルムの生産を中止すると発表。1960年より東芝、旧東京芝浦電機と共同でオープンリールタイプの磁気テープを販売し、1969年にはコンパクトカセットを販売。回シリーズ、FX シリーズ、レンジシリーズ投稿性能音楽用のノーマルポジション。 ハイポジション、メタルポジションのカセットテープを販売していたが、ちなみに音響機器メーカーのパイオニーにも、ひとじき OEM 供給をした経験がある。ソニー、日立マクセル、TDK の三大メーカーに対抗するため、1985年、カセットテープを使い始める、中学生にターゲットを絞り、アジーやブランドでコンパクトカセットを新たに製造販売した。 斉藤幸の CM 効果もあり、以後人気ブランドになる。2006年、カセットテープ、およびビデオテープ、DVD-R、DVD-RW、CD-R DVD、CD-RW、CD R、CD だと、ミニディスクや乾電池、富士フィルムブランドで、エナジャイザーと、提携とともに製造から撤退した。しかしながら、業務用の磁気テープ、ルト等は、 各種データのバックアップ用として需要が高く、富士フィルムを含めた日本企業の占有率は高い。富士テレビ系、TBS 系、日本テレビ系、テレビ朝日系、テレビ東京系、関西テレビ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。